創造論。創造論とは、宇宙や生命などの起源を、創世記に書かれた、創造主なる神に求める考え方であり、創造主なる神によって、天地万物のすべてが創造されたとする、様々な議論のことある。創世記を経典に含む宗教には、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教があるが、これらはいずれも創造についての教えがある。 想像の具体的な過程については、想像の過程に進化的な要素を含むか含まないか、想像に用した時間はどれぐらいか、などの点で異なるいくつかの説がある。1517年のプロテスタントの宗教改革は、中世のローマ教会が聖書の辞義通りの意味を軽視していると考えたために、軸通り聖書を読むことを強調した。マルティンルターは、天地想像が、 文字通り6日間で6000年前ほどになされたと主張し、モーセは誰にでもわかるように書いたとした。ヘビは空話的に理解している。ジャン・カルバンも同様に天地創造が瞬時になされたことを否定した。新大陸の発見により、生物の多様性の理解が深まり、これらの種が神によって個々に創造されたという確信が強まった。1605年にフランシス・ベコンは、 神によって書かれた自然と神によって書かれた神の言葉としての聖書を強調し、またベーコンは現代の科学にとっても中心的な経験的なアプローチを導入した。自然神学はキリスト教を裏付けるために発展した。1650年にジェームス・アッシャー大主教は天地創造が紀元前4004年とし、この見解は多く採用されたが、 18世紀から19世紀に地層と化石が発見され、古い地球が考えられた。天変地異説はイングランドで採用されたもので、想像論にもいくつ仮説があり、1850年ぐらいまでに多くの地質学者とキリスト教徒は、古い地球説を採用したが、進化論は拒否した。ここで言う進化論とは、科学的な人類を含む進化論であって一部の想像論者は、 科学者が認めるより、はるかに急進的な進化を主張している場合がある。現実に存在する膨大な首都のあの箱舟を整合させるため、大型の猫か肉食動物から、ライオン、虎が、わずか数千年で分岐した、などが典型で。創造論には、創世記の記述の解釈の仕方の違いによるいくつかの説がある。それらの中には現在では支持者がおらず廃れてしまった。 ものもある。神が創造した6日間と安息された7日目の1日は、文字通り24時間であったと解釈する説。天地創造は、アダムの創造から、家系譜を計算して、今から数千年前マイナス1万年前とされる。1654年に、英国国教会のアイルランド大主教、ジェームズ・アッシャーとケンブリッジ大学、副総長ジョン・ライトフットが、 聖書の記述から逆算し、天地創造は、西暦で、ユリウス暦の紀元前4 0四4年1018日から24日にかけて起こり、アダム創造は、紀元前4 0四4年10月23日午前9時と算出し、長らく、キリスト教圏ではこの年代が信じられてきた。その他にも、天地創造の年代には、諸説ある。聖書ムビの創造論では、 宇宙の始まりから現在までの過程についても聖書に誤りがなく、旧約聖書、創世記の記述が文字通り正しいという聖書無語説をとり、生物史はそれぞれ独立に作られたとしている。初期のキリスト教根本主義の中には創造的進化論を採用する者も,もおり、根本主義者は必ずしもこの説を取ったわけではない。聖書の真理を与えられているとの確信に立って、 聖書を中心に論じ、進化論を退りけるために、科学を道具として用いる。科学は進学によって導かれるべきだとし、進化論には根拠がないと主張する。それに関与する学者、科学者をクリエーショニストと呼ぶ。特徴として若い地球説がある。近代科学の地球の古い年代を認める説、断絶説、全身的創造論を含む。 創世紀一章一節と一章二節の間の想像以前の状態に長い時間数十億年があったとする説。単に長い時間の間に創造的進化論を当てはめる考えと、この中に二回創造説の最初の時代があり一章二節が二回目の創造であるとする考えがある。六日間の出来事は創造の順番として理解する説。聖書の主題は、 人類の救済であるとし、聖書の記述が科学的に全て解明されたわけではないため、聖書の創造の記述について一般的な解釈である枠組み説に立つ創造論支持者も多い。テトスさん、急等。全的堕落前と堕落後の世界は相違しており、堕落後の世界に生きている人間がアダムの堕落前の世界を科学的に解明することはできないとする説。 創世記中で日と訳されるヘブライ語用語には長い時間特別な出来事の時という意味があり創造の6日間が数千年あるいは数十億年の期間であったと考える創造の1日を1000年あるいは数十億年の長期とし、6の期間で想像を神が時間をも作ったと考えるならば創造の最初の時間6日間はまさに 特別な出来事の時として理解できる。また、長い時間イコール千年を、アダム、ノア、アブラハム、ダビデ、キリストまでが、それぞれ、約千年、キリストから現代までを二千年イコール合計六千年として、夜型や雛型としての側面から聖書を読み取る、神学的解釈と、辞儀解釈は矛盾しない。ペテロの手紙第二三、八。この長期説を取る、立場の中には、 七日目の安息日が終わったという記述がないこと、またヘブル書四章の記述などから、創世紀二章三節から週末までの人類の歴史全体を七日目であると解釈する立場ある。第一の創造の後、ルシファー、サタンイコール悪魔に引きられた天使、ラテンシーイコール悪霊らの反乱が起こり、その戦乱で世界は破壊されてしまったので、 ミカエル率いる天の軍勢が打天使を制圧し地獄、幽閉した後、神が世界を作り直した過程が、第二の創造だとする説。目視録十二章二から九説、ペテイロの手紙第二に、四。英語訳聖書で以前、地獄と訳されていた、ハデスを、現在は音訳にするものが多く、日本語では音訳あるいは、光線、読みと訳して、地獄と明確に区別している。 人間は死後、自動的に地獄や天国に行くのではなく最後の審判があり、神による死者の裁きがあった後に、読みさえも落とされる場所が地獄であり、まだ形成されていないため、時期的に二回目の創造は、目示録の記述にある神が創造する、新しい天と地となる。この場合、第一と第二の創造は、時期解釈に取り込まれる。フランスの博物学者ジョルジュキュビエは、 天変地異説を提唱した。キュビエは哺乳類化石の専門家であったが、化石として発見される動物は現在ほとんど見られず、逆に現在見られる多くの動物は化石として発見されることがない。この矛盾を解決するため、ノアの洪水伝説を流用し、同様な大災害が複数回起こったのだと論じた。彼自身は神による想像には言及していないが、彼の弟子筋や、 後続の学者には彼の天変地異説と結びつけ、神による創造は何度もたびたび行われたのだと考えた者がいる。19世紀には多くの博物学者、地質学者が創造論者でもあり、現実に観察される生物や地球と聖書の記述を合致させようと様々な説が提示された。本説もオムファロス説もそれらのうちの一つ。イギリスの自然学者。 フィリップ・ヘンリー・ゴスが1857年に提唱した。歴史の存在を想像させる、地質学的、生物学的、その他ありとあらゆる証拠、化石、地層、年輪などは、それを含めた完全な形で、地球は紀元前4004年に創造された、とする。テルトリアヌスの説。肉体とレイコンはアダムにおいて創造され、 自然生殖によって伝達されたとする。肉体の発達の初期段階に、神が直接創造した霊魂が、肉体に注入される。アリストテレス、ペラディウス、また、トマス・アクイナスラ・カトリック教会の神学者の多くが、唱えたとされる説。単体で用いられる説ではなく、蒸気の断絶説、長期説に含まれる、長い時間の中で生命の進化があり、 その過程において、神の意志が反映されたとするもの。また、創造論と進化論は、必ずしも対立しないとし、神の意志によって進化がなされたとするため、進化的と呼ばれているが、進化論を積極的に支持しているのではないとしている。人によっては、断絶説、長期説以外の説にも適用して用いる場合もある。イスラム教徒の中にも、コーランに基づく創造説がある。 そして、これに基づき創造科学を主張する一派も存在している。近年のアメリカで始まったもので、聖書から科学的に論証しようとする宗教的な論説の創造科学を基礎にして、より多くの人々に受け入れられるように、すべてを作った存在を創造者、神と言わず、偉大なる知性、インテリジェントと表現し、この知性によって、宇宙、地球が設計、デザインされ、 創造されたとするもの。創造科学と違い若い地球説を取らない。事物の創造順が異なるため統合できないとする文献批判の聖書学により、創世記を P 点と J 点二章四説からの二つに分類して、創造説話を解釈するもの。高等批評学、文書仮説では、創世記の第一章天地創造で、エロヒムが植物、動物、 人、男と女の順で天地を完成させたとしているのに、対し、第二章では、第一章とは異なる順序、つまり、アダム、植物、動物、女医者、あとに、イブという名になるの順にヤハウエエロヒム作ったとしている、点に着目し、創世記の記述を文字通りに解釈するものではないと主張している。この節では、異教とキリスト教が結びついた、 創造説について記述する。紀元後一世紀、アレクサンドリアーのフィロンによって、イデア界の霊的創造、創世紀一章一節から三節が、デミウルゴス、造物種による物質界創造を、同一章四節以降に先立って起こったとする説が、枯れた。これを二段階創造説という、フィロンは創造の第一日を、イデア界の創造として把握し、対して、 大二日以降に詳細に展開される創造の過程をイデアに基づく現実界の創造と考えた。ここにはプラトンのディマイオスにおけるイデアの見やりによる交渉、造物主の世界の創造論と聖書の創造記述の結びつきによる把握がある。創世紀二章には我々の形、エイコーンに従って七十人約聖書という箇所があり、創造は エイコーンに従ってなされたと考える余地があった。そして中期プラトンにおいて、エイコーンは、イデアと互換な概念であり、この後はいわばイデア論と創世期の創世神話を結ぶ、超都いとなったのである。この二段階創造論と同じ発想は、グノーシスにも見られる。グノーシスもまた、プラトン思想の影響下にあり、むしろさらに感覚的、肉的なものへの剣を受け継いでいる。 グノーシスでは、神の作った善なる、霊的世界とデミウルゴスの模倣により、悪なる、劣った肉的な世界の二段階の創造が考えられた。この説は、他のグノーシスの教説とともに、後のキリスト教会からは、遺憾と見なされた。一方、正統教会の中にも、異教的な背景を持つ、自然学と創世記の創世神話を、 調和的に結びつけようとする試みがなされた。この時、自然は、聖書文書と共に、神の語を表す書物で赤のように考えられた。四世紀、多神教的異教は依然として、勢力を保っており、従って、この時代の五教的な文脈の中では、両者の一致を言うことは有益であると思われた。例えば、カエサれアヌバシレオスは、ヘクサイメロン、六日の書。 中世思想原点修正に平凡者収録を表し、創造説についての記述を行った。創造論は、術語としては、近年のキリスト教、特にプロテスタントで使われるようになったものである。しかし神により、世界が創造されたとする考え方については、聖書を根拠とする歴史的伝統がある。キリスト教の正当信仰を規定する、基本信条である、使徒信条、 ハラニケア神情、ニカイアコンスタンティノポリス神情は、神をまず創造主として告白している。したがって、キリスト教において、創造は必須の基本教理、教義である。ただしその創造を、どのように理解するかについては、キリスト教内に、見解の差異がある。エーレナイオスは、ギリシャの異教哲学を知り添け、神による無からの創造を主張した。テルトリアーヌスは、 神の意志を強調した。アウグスティヌス、ジャンカルバンの神学に見られる、創造の距離は造種である神と非造物を区別し、神の創造を認めることに中心がある。アウグスティヌスは、神が、時間も創造したと教え、これは、現代の思想にも影響を与えている。無からの、X ニーロ創造の距離は、グノーシス主義の異端に対して強調された。トマスエフト・ランスは、 初代教会がクノーシスと対決し、ヘレニズムと東洋的な仮説を退りけたとする研究を発した。他の多くの教派と同様、正教会もこの世が神によって創造されたことは疑わない。しかしながら旧約聖書、特に創世記にある世界の創造の記述について、どこまで創造が記述された通りに行われたか、また、生物の進化を、 どこまで認めるかといった問題については、正教会内でも、見解の差がある。さらに、こうした見解の差を解消して協議化したり、非嘉教的な答えを出したりするといったことはこれまで、行われていない。確かに協議とされているのは、唯一の真の神が、この世の一切を創造したこと、人が非造物の中で特別に唯一、神の像とに似せて作られたことである。こうした、 正教会における創造をめぐる理解は、科学の発達した近現代に始まるものではない。四世紀にはすでに日産のグリゴリオスが創世紀の冒頭部分につき、歴史であるよりはむしろ物語の形を借りた競技であると述べたことを、英国在住の不主教、カリストスウェアが著書で引用している。ロシア正教会障害局長を務めるイラリオン、アルフェーフ不主教は、著書、 信仰の機密において、聖書の史実は実際の歴史であって、偶話でも比喩でもないが、古代のあらゆる記述と同様に象徴言語で書かれているため、聖書を読むのにあたっては単語の一つ一つ、継承の一つ一つを解釈しなければならないのであり、聖書に書かれたことは最後の一時まで真理であるが、すべてを文字通りに解釈すべきではないとし、聖書の記述を 象徴的記述であるとしている。カトリックは本来、創造論を支持するが、1996年10月に、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が、進化論は仮説以上のもので、肉体の進化論は認めるが、人間の魂は神に創造されたものだと述べた。支持者によって20世紀最大の進学者と称される、新政党主義のカール・バルトは、未完の主張、 教会協議学全四巻における第三巻法約全三十六分冊中十一冊分を創造説に割いている。バルトに指示したトーマス・トーランスは死であるバルトと見解をことにし、神学が自然科学に基礎づけられるのではなく、逆に科学が神学に基礎づけられるべきであり、その方が真実に近いとしている。内田和彦は 進化論を受け入れる立場が部分的霊観説になるとしている。しかしながら福音主義の進学者の中には、有心的進化論を受け入れるものも多数存在する。日本キリスト教団加盟あり教会牧師、鈴木康弘は、日本キリスト教団の牧師の95%が部分霊観であり、有心的進化論の支持者であるとしている。アメリカ合衆国では、 創世記をそのまま信じている人はかなりの割合であると言われ論争が起こってきた。その中には進化論を教えるならば同じ時間だけ創造論も教えるべきであるという割りや創造主の存在を出さずに創造論を案に示唆するインテリジェントデザイン論など立場は多様で複雑である。一部の州では生物の教科書で進化論を教える派と 想像論を教える派が向きから対立し、社会問題化することもあった、スコープス裁判など、インテリジェントデザイン論を公教育に取り入れようとする動きに対して反対派が、創造主がスパゲッティモンスター出るというパロディ宗教、空飛ぶスパゲッティモンスター教を創設して抗議運動を起こした。民間の統計では、国民の50%を超える人々が神が人間を、 想像したことを信じているという数字が出ている。想像論は、聖書根本主義者の間違った主張であるとする立場では、想像論者の総称として、ファンダメンタルと呼ぶこともある。想像論の間違いを主張する媒体は、インターネット上でも見られる。過激な活動で影響を与えようとする想像論者が、アメリカには存在しており、それに対する拒絶反応が想像を信じない。 リベラル派自由主義進学に創造論を非難する理由を与えている。キリスト教の信仰者が1%に満たない日本では創造論を初等教育で教えるように求めて裁判に訴えた例は2010年時点ではないが保守的な福音派の教会においては創造の教理は信じられている。また学校教育では進化論を教えるためチャーチスクールや ホームスクーリングで指定を教育する教会や家庭もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。